シーマン反応は、方向族ジアゾニウムテトラフルオロホーサンを熱分解により、方向族復化物へと変換する、有機化学における化学反応の一つである。バルツシーマン反応とも呼ばれる。この反応の形式は、方向族吸殻置換反応に分類される。シーマン反応に基づく、方向族復化物の,の合成法について、一連の反応式を上手に示す。 まず、アニエリン誘導体1にアショウ酸とテトラフルオロホウ酸とを順番に作用させてジアゾニウムテトラフルオロホウ酸脂オニの沈殿とする。これを取り分け、さらに加熱すると窒素と酸復化放素を放出しながら生成物4に変わる。このうち後半のジアゾニウム脂オニから復化物4までの部分がシーマウン反応であり、 1927年にバルツとシーマンにより発見された熱分解反応である。アニリン誘導体1をジアゾ化する条件は、アショウ酸ナトリウムと塩酸の組み合わせが伝統的であるが、アショウ酸エステルなどを用いて有機溶媒中で行うこともある。形中に発生するジアゾニウム4をテトラフルオロホウ酸、あるいはそのナトリウムジオ、 あるいは酸復っ放素などで補足すると、ジアゾニウムテトラフルオロホー酸塩2が多くの場合沈殿として現れるので、これをオロカで取り分けて用いる。熱分解の段階の収率は、置換器の種類により様々で、無痴漢、あるいは電子供与器を持つ機質では、高い収率で復っ物が得られる場合が多いが、一方でニトロ元などの電子吸引元は収率を、 かなり低下させてしまう。シーマン反応は、アリールカチオン酸を中間体とする SN1 型の機構で進むものとされている。2を熱分解すると酸が生じることは、補足実験により間接的に確認されている。電子球引き元による周率低下は酸の不安定化に由来する。熱分解の代替法として、同植媒による活性化。 光分解による手法が報告されている。また、ジョージ・オラーラは、30%ピリジンマイマス70%フッ水素の混合溶媒中で、アニリニ油動体をアショウ酸で処理して加熱すると、ワンポットでフッ物が得られることを報告した。この方法では、テトラフルオロホー酸子を単理する必要はないのだが、電子球引き元を持つ機質では、 アリールカチオンからプロトンが脱離してベンザインとなり意図しない部位にフッ素が導入された生成物が現れる。フッ素原子を方向間の上に位置選択的に導入する手法は他のハロゲンの場合に比べ選択肢が限られている。シーマン反応は欠点も多いが条件が検討されながら現在もなお用いられるフッ素化法である。そうせず ロイ、AORG、リアクト、1949、5、193、ベルツ、G ・シーマン、G ・バー、DTSCH、ケム、ジズ、1927、60、1186、ベルクマン、ED ・ベルコビック、S ・イカン、RJ ・アーム、ケム、ソーク、1956、78、6037、ペター・シン、 RC デモジョ、A ヘルベルト、AL ヘイリー。TJ マキートカ、JP サルカーレ、IMJORG ケム、1971 36、6 31オラ、GA ウェルチ、JT バンカー、YD ノジマ、M カレックス、I オラ、JAJORG ケム、1979 44、3 872オラ、GA ウェルチ、 JJ アーム、ケム、ソーク、1975、97、208、ありがとうございます。